テニスの四大大会、全米オープン、OP は7日、日本時間8日、女子シングルス準決勝のコリガウフ、米国とカロリーナムチョバ、チェコの一戦が行われたが、その試合中に環境活動家の抗議活動により試合が49分中断。このいきさつについて大会側が声明を発表すると、海外ファンからは、一生できんにしろ、その接着剤は環境的に安全なのか。 などの声が上がっている。画像、一生できんにしろ、テニス全米 OP が49分間中断、客席で環境活動が抗議活動をした実際の画像場内が騒然としたのは、ラウフが第1セットを6対4で取り、第2セットの第1ゲームをキープした後だった。観客席で、エンドホシルフューエル、化石燃料を終わらせろ。 と書かれた T シャツを着た環境活動家の人物が叫び始めたことで試合が中断。関係者が退場させようとしたものの抵抗し、中断時間は49分にも及んだ。全米オープン公式 X、旧ツイッターは試合後、スタジアムの抗議者に対するアスタ、全米テニス協会の声明を投稿。 4人の抗議者のうち3人はそれ以上の出来事なしにスタジアムの外に退去させられた。4人目の抗議者は観客席の床に自身の裸足を貼り付けていた。この行動の性質により、この人物をスタジアムから安全に退去させるために、ニューヨーク市警察と医療関係者の手が必要となった。4人の抗議者はニューヨーク市警察に拘置された。 プレーが再開されるまで合計で49分が経過した、と行きさつを説明した。この投稿に海外ファンも反応。罰則はどれだけ重くなるのだろう。逮捕して、一生できんにしろ。49分のディレイかなりがちな接着剤だな。その接着剤は環境的に安全なのか。馬鹿げている。彼らは何を成し遂げたと思っているんだ。 など環境活動家の行動に対して辛辣な声も上がっている。長時間の中断を挟んで再開された試合は、19歳のガウフが第2セットも7対5で制し、初の決勝進出を果たした。